はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、ピースボートにもともと参加して今ピースボートで働かれている水口さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと早速なんですけれども、はい、簡単な自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、私は2013年の79回クルーズというピースボートのクルーズに乗船して、そこからスタッフになりました。今はこの NGO ピースボートのスタッフをしております水口明子と言います。お願いします。よろしくお願いします。79回とか80回ぐらいやってるんですか。そうなんですよ。いきなりちょっと言われてなんですけどずっと投資番号を振っていまして、うんうん、今はね100回台まで突入して。そうか、2013年の時に79回だったから、はい、そうなんですよ。今だったらもう100を超えてると。そうなんです。そんな言ってるんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。いきなりちょっとピースボート用語が出ちゃったんですけど。あ、いいえ、全然大丈夫です。ありがとうございます、はい、今日はピースボートの面白さとかいろいろ深掘りさせてもらいたいなと思ってますね。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、ピースボートのお話をいただく前に、そもそも海外とか国際協力に興味を持ったきっかけからお聞きしていきたいなと思ってまして。はい、そもそも海外とかって昔から興味あった感じなんですかね。海外がそこまで興味はなく、結構遅咲きな方で、20歳頃になった時に、まあ、当時働いてた職場がアパレル関係だったんですけど、そこの方たちが結構旅好きな方が多くて、はいはい、そこで感化されて、はい、当時古着とかヴィンテージのものとかが好きだったんで、うん、アメリカに行ってみたいっていうところから急にアメリカに行っちゃって、そこですごい多様な文化っていう、なんか、まあ、自分が住んでる世界で見てたものと全然違うっていうのに、その時初めて20歳を超えてから気づいたんですよ。あ、そうなんですね。はい、実際じゃあ20歳を超えて初海外がアメリカだったみたいなイメージなんですか。一応ね、初海外は韓国に、そう、友達にちょろっと誘われて1泊2泊とかで行ったのが最初やったんですけど、韓国も大好きになったんですけど、文化が少し似てたのと想像ができてた部分があったんで、アメリカに行った時の衝撃の方がすごい自分では強かったなって思います。アメリカにはどこに行かれたんですか。ロサンゼルスとニューメキシコ。マジか、ニューメキシコ行ったんですか。はい、ちなみにニューメキシコ行った理由なんかあったんですか。ネイティブインディアンの聖地に行ってみたいっていう本当にそれだけで、めちゃくちゃ面白いですね。そう、しかも何の事前調査もなく、当時まだインターネットとかもそんなに発達してなかったんで、はい、ガラケーだけで行っちゃいました。あ、そうなんですね。ちなみにアメリカは一人で行ったんですか。はい、その時お付き合いしてたパートナーの方と二人で行きました。どれぐらいの期間かけて行かれたんですか。10日間ぐらいとかですかね。でもそれを2回ぐらい行って、じゃあアメリカに2回行きますよね。10日間ぐらいかけて行って、アメリカが楽しいとか文化を知ることが楽しいみたいな考えになったって感じなんですか。文化もそうですし、こんなにいろんな人種の人、うん、すごくアメリカ10日間ぐらいなんでなんなんですけど、道端でスケートボードとかでシャーって走ってる人とかがいて、ね、日本ではスケボーありますけど、そこまで日常的に日常に入ってないですね。そうですよね。わかります、わかります。その当たり前の違いとかっていう、信号一つとっても仕組みが違うとか、そんなちっちゃいことからすごい感動して、アメリカだけでこれやったらヨーロッパとかアフリカとか行ったらどうなるんやろうっていう、うん、ワクワク感が出てきてる感じだったんですね。ありがとうございます。実際アメリカ行くじゃないですか、はい、英語は勉強されてたしちゃったんですか。いや、全く。コミュニケーションどうでした。ボディーランゲージそうなんだ。本当に最低限の買い物するのにこれは必要やよねっていうのだけ。うん、はい、そうなんですね。じゃあアメリカ終わって次他の国も行かれたんですか。そこから旅の魅力にハマって、一人で東南アジアに行ってみたりだとか、どんどん自分自身も友達と行くとかが当時多かったんですけど、一人でも行っていいんやとかっていう、どんどんマインドが新しいことにチャレンジしようってなって、他の国にもいくつか行って、そこで自分の中でいろんなものが取っ払われたタイミングで、ピースボートっていうのがたまたま働いてたアパレルの職場に昔ピースボートのクルーズに乗ったよっていう子がいたんですよ。そうなんですね。
そうなんだ、はい、あ、じゃあその人からピースボートの話は聞けたみたいな感じだったんですかね。そうですね、私があまりにも一人でバックパックで海外とかに行ってたから、うん、絶対ピースボート好きやと思うって言われて、なるほど、めちゃくちゃ良かったから、うん、よかったら20代のうちに行ってきたらみたいな、ね、すごいプッシュしてくれたんですよ。なるほど。ちなみにバックパッカーみたいな形で東南アジアとかいろんな国行かれてたんですよね、はい、どこ行かれてたんですか。東南アジアだったらベトナムとか、ベトナムとかネパールとか、はいはい、5日間ぐらいの休みで行って楽しんで帰ってこれるぐらいの場所に、はいはい、すごいわ5日間、相当ハードですね。そうですね、仕事しながらやったんで、なんとか連休をちょっと取ってタイとかそういうとこに行って、うん、ちなみにその短い期間のバックパッカーで一番記憶に残ってる国ってあります？私が印象にあるのはイランですね。あ、そうなんイラン行かれたんですね。どれぐらいの期間行かれたんですか？1週間ぐらいですかね、うん、なんでイランに行こうと思ったんですか？モスクとか、うん、中東の中でもいろんな国ありますけど、イランが唯一ペルシャ語、うん、ペルシャ文化なんですよ。そういう尖ってる文化っていうんですか、はいはいはい、でもすごく興味があって、はい、何が一番良かったですか？イランはとにかく人が優しくって、うん、道歩いてるだけでチャイハネっていうお茶をする文化があるんですよね、うん、とにかくどこでもお茶入れてその辺に風呂敷みたいな敷いて座ってお茶飲むっていうのが結構文化的に、まあお茶飲もうぜみたいな文化があるんですけど、歩いてたら観光客っていうのも分かるからやとは思うんですけど、とにかく誘われるんですよ。お茶飲もう、お茶飲もう、このお菓子食べようみたいな、うん、そのフレンドリーさと距離の近さ一気に飛び越えてくるんですよ。なるほど。イランの時はペルシャ語ですよね。英語は使えますか？それがねほぼ通じないんですよ。じゃあコミュニケーション方法はアメリカの時からあんま変わってなかった？もう本当にボディーランゲージで、なんかもうマジか。でもそれコミュニケーション取れないっていうリスクもあるじゃないですか。それでも行こうと思える原動力って何があるんですか？なんとかなるっていうのと、すごく旅にハマったのがやっぱり人で、どうしてもずっと日本にいた時って海外の方言葉通じひんし、なんとなくですけど怖いみたいなのがどっかであったんですけど、実際触れ合ってみるともう人間と人間やんって、もう本当に当たり前のことなんですけど、それをこうより感じれた。でやっぱりお互い喋れなかったら喋れないなりに意思疎通をする努力をお互いがするじゃないですか。そうですよね、確かに。っていうのが、あ、それでいいんやっていう、喋れないからとかっていう構える必要はなかったんやなっていうのは感覚として。確かにそれは日本にいたら絶対わかんない感情ですよね。日本って英語とか話す機会もないし、日本語で全てコミュニケーションできるんですけど、一方で海外とか行ったら全てが言葉だけではない話し方もあるっていうこともあるんで、はい、まあ、そっちに面白さを感じたって感じなんですかね。そうですね。でかつ日本にいた時に、日本にも海外の方ってたくさん住まれてるじゃないですか、うん、いますね。でもやっぱり当時の海外に出るまでの私はあんまりそこにコミットしてなかったというか、大阪のすごく田舎で育ったんで、あんまり海外の方もいらっしゃらなかったっていうのもあるんですけど、自分から積極的にコミュニケーション取ろうとその当時はしてなかったなっていうのも、すごい自分の中で反省点もありました。確かにそれは僕もすごい感じるところありましたね。海外に行ってみると、向こうからしたらマイノリティですからね。そうですね。だから僕たち側が日本で外国の方にしているのと同じような感情になりますよね。そうなんです。そうなった時に私はそこまでフレンドリーに、ね、できてたかなとか。できなかったと思います。ありがとうございます。もともと当初は複数人で海外行くこと多いじゃないですか。そうですね。今とかその後っていうのはバックパックで一人で行くことがほぼになったんですかね。そうですね。だんだん一人の方が多くなりました。一人の方がいい理由って何かあったんですか？一人で行くメリットとしては、誰かと行くとその人とずっと喋っちゃうし、確かに確かに、その人となんか問題があっても解決するじゃないですか、うんうん、でも一人で行くと現地にいる方に自分から声をかけないとどうにもならないこととか、うんうん、自分で調べないといけないとかっていう、はいはい、自分でやるじゃないですか。そういうのをしてると、一人で行った時の方が現地でお友達ができることが多いんですよね、うんうん、なるほど。そこで会った人たちと仲良くしたりだとか、いろんなことを話しできるっていうのを求めに行ってたわけですね。バックパックとして。そうですね。もうめっちゃ大部屋のゲストハウスのね、はい、ドミトリーに泊まって、はい、そこで一緒になった人たちと仲良くなったりとか、うん、ご飯行ったりとか。確かにそれが楽しいかもしれないですね。いろんなことを聞けたりもするんで。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃちょっとこの動画ではピースボート入る前までの話を水口さんにさせてもらったんですけど、はい、次の動画ではピースボートに実際参加してみて、はい、どういうことをされたのかみたいなところをお伺いしようかなって思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。